本名です。今日はゲストに読売巨人の元木コーチ、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや嬉しいです。大変恐縮します。いやいや本当にいつも YouTube 拝見させていただいて、いやいやいや本当に、ただジモンさんの時はちょっとイラッとしますね。あいやジモンさんあれなんですよ、スニーカーマニアじゃなくて、はい、買い物マニアなんで。そうですね、履かないですもんね。履かない靴は本名さん1足ぐらいもらえたんですか。いや、今交渉中です。交渉中、長い交渉中ですね。いやいや交渉中なんですけど、はい、なんかジモンさん今あれ食い物の YouTube やってるじゃないですか、はいはい、だからなかなかあれなんですよね。コーチもあれですよね、今ちょうどオフで。オフです、そうです。オフだから来てもらえたっていう。いや本当に、はい、オフ毎年呼んでもらえたらありがたいです。いやいやいや僕たち球場でやりたいですよね。球場でなんか練習してるところでやるみたいな、面白いなって。多分野球選手すごいみんなスニーカー好きだと思うんですよ。すごいです、みんなハマってきちゃって。で僕コーチの人ってあんまりスニーカーハマってなかったんですよ、はい、で僕はずっと抽選やって、はい、いやゴッテムだって何やってんだって言われて、はいはい、やりだしたらみんなハマってきて、はい、みんながやりだすようになって、はい、後乗せ抽選なのかちょっとやってくれよって言ったら、はいはい、すいません僕ゴールドでも何でもないんでできないんですけどとか言ってどんくらいお持ちなんですかスニーカー。今200ぐらいですかね。200ぐらいでじゃあ一部屋潰してる。一部屋潰してますね。はいはい、嫁に怒られてますね。そうですよね、はい、ゲストルームっていう形で作ったんですよ、はい、お客さんも来ないし、ここいいなと思ったらだんだんスニーカーが増えてきちゃって、あ増えてきて、物置じゃないんだからって怒られてます。あみんな一番怖いのは女の人で。そうですよね。そうこの靴何って言われるのが本当に怖いですよね、本当怖いです。じゃあほとんど履いてないんじゃないですか。履いてないやつもありますけど、基本やっぱり1回は履きたいなと思って、うん、1回2回は履いてまた置くっていう感じになっちゃうんですよね、はいはいはい、1回は履きたいなっていうので履いてます。履いて、はい、どうしてスニーカー集めようと思ったんですか。もともとやっぱ僕好きだったですね。現役の時にナイキと契約した時があったんですよ、はい、スパイクの。その時にイエローグラデのやつが出だして、はい、97とかも普通の練習で履いてくださいって言って持ってきてくれてたんですよ。じゃあ当時からおしゃれだったってことじゃないですか。いやでもまあおしゃれかどうか分からないですけど、それを履いて練習してて、僕宗志くんとも仲いいんですよ、はい、で練習で履いてたやつなんで今こんなすげえ高いんだよって言って、はいはい、もうブームなんでしょうがないですって言って、僕らも集めるの大変ですって言って。あだから宗志くん今いろいろなもんあれしてはっつけてますよね。そうですね、はい、うまくできなかったできたとかやってやってますよね。そうですよね、下水分解するんで、はい、中には本当にこうなんていうんですか、プラスチックっていうか、はい、その中に入れとくっていうか、うアクリル板でもう固めちゃうみたいな、はいはい、もうあ密封しちゃうやつですね、アクリル板で、はい、おしゃれですけど、はい、すげえ高いみたいです。あそうなんですか。1個やるのに30万とか、よほどの好きなやつじゃないとやんないですよ。そうですね、お金に余裕ある人しかできないですね。いやいやそうそうです、だから靴集め200足じゃないですか、はい、2万円でもう600万円投資してるっすよ。いやいやそれを言うと嫁が見たら大変ですよやっぱり高いですね。いやそうっすよね、いやこの間もバーゼルがなくなっちゃって、僕もオフホワイトどうなのかなって言ったら、いきなりあれですもんね。いや今すっごい金額になりましたよね。やばいなこれみたいな。スニーダンでパッと僕見たんですよ、うん、見たら全部オフホワイトになってて、オフホワイトの値段がもう倍以上になってるから、そうそう、ねすごいなと思って。いや僕ジョーダン2がもう40万とか、はい、でっかいサイズ40万でしびれるなとか思いますよね。あれこの間の黒僕が当たったんですよ、はい、で金額また上がってましたもんね。え黒どうやって当たったんですか。スニーカーズ。はい、スニーカーズで。すごいっすね。パタマックスも、まあ、ここでパタマックスの話したら大変な顔、はい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 、ちょっと一応ジャイアンツからでこれ履いてきたんですけど、はい、パタマックス履こうかなと思ったけど、宗志くんの顔と本名さんの顔が浮かんだんでやめとこうと。ああいうのでいろいろやっぱり言われるんですね。いやもう本当に買えないやついっぱいいるんで大変ですね。変な話なんですけど、僕たち例えば1000足入荷あるとするじゃないですか、はいはい、募集とかっていうのがだいたい3万5000とか4万とかあるんですよ、ね、そうすると当たんないんですよね、はい、当たんないですね。逆に当たった方がすごいなみたいな。そうですよね。ジョーダン2のオフホワイトあったじゃないですか、はい、白黒赤あったんですけど、はい、あれサイズ9なんてうちですからね。あそうなんですか。いや本当にこんな靴屋なのに初めて27センチ、こんなに本当作ってねえのみたいな。
それかもう本当に内見電話しましたもん。これ間違えてんじゃねえのみたいな、サイズバランスみたいな、はい、だからもうこの頃全然わかんないです。ベトナムの工場で作ってるなんて言って、はいはい、もうほとんどベトナムで作ってるのは、はい、もう今全然入ってこないんですよね。コロナだからですか。そうです、もうベトナムの工場が動いてない。動いてないですか、やっぱり、はい、12月も少ないですもんね。いやもう少ないです。少ないですよね、はい、だから僕たち、まあお金の話していいのか分かんないですけど11月の売り上げ削退で言うと4億ぐらい落としてですね。それで今とうちの倉庫の在庫が過去最低レベルっていうか、もう売るものがないです。ないんですか。そうなってくるとまたいろいろお金が跳ね上がってきますね。いやいや、一足一足が。選手の人もスニーカー好きですか。そうですね、多いです。スニーカー好き多いです。ただ選手の場合はやっぱ給料高いんで、はあ、どん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 プレネ買っちゃうんですよ。ああ、それ負け組ですね。今度言っといて、それ負け組の回っていうのをやりましょうよ。はい、選手呼んで、君たちどうなのって言って、プレネで買ったこれいくら、いや、これ負けてるよっていう。いや、もう本当選手だったら本当何足買ってんのっていうぐらい。5、6足で100万ぐらいの平気で買いますからね。あ、そうですか。もう羨ましいって言ったら羨ましいんだけど、すごいですね、こっち必死になって携帯でぐる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 回って早くやれよってやってんのに。今度巨人でスニーカー会とか作ったらどうです、はい、そうですね、来年ちょっと企画考えてやろうね。スニーカー部、うん、選手スニーカー好きなやつ多いじゃん、はい、選手と一緒になんかスニーカー会みたいな。そうですね、ちょっと企画立てて、はい、これでなんか本当にスニーカーファンも呼んで、はい、なんか座談会やるじゃないですか、はいはいはい、それ絶対面白いと思う。面白いですよね、はい、でも2時間とか3時間、情熱持って聞いてないと怒りますからね。あ、そうなんですか。そうです情熱持って、はい、情熱持って聞かなきゃいけないし、相手も情熱持って話してくるんで、それで「ああ分かった分かった」とか言うと、はい、もうしばらくプーンとしてです。あ、そうなんですか。本当に。で、本名さんずっと話聞いてるんですか。いや、僕は聞かないです僕はなんか金勘定の方が好きなんで頑張って金勘定しないと会社潰れちゃったりやばいからよーく買いますよね。本当によーく買ってるし、まあうちの人間大体みんな200足ぐらい持ってるんじゃないですかね。200足300足実家に送ってるみたいな。置く場所がないんで。そうです、はい、奥さんに怒られる以前に実家の母ちゃんに怒られるってい いうパターンが多いですよねそんなに、ね、皆さんも持ってるんですか。200足ぐらい。もっと。すごいな。やっぱりみんな靴買うために食い物カップラーメンですもん、はい、みんなカップラーメンとご飯食ってるっていう。もう大体決まりパターンですよ。それで靴買うんですね。それで靴買う、はい、これで腹持ちがいい、はい、みんななんかどっかに行ってもみんな揚げ物しか頼まないですよね腹持ちいいじゃないですか。いい、はいはい、だからご飯がみんなきつね色だっていうなるほど。給料払ったので靴買うじゃないですか、はい、それなんでまた戻ってくる。そうそうみんななんか摂取されてるんじゃないかってすげえ怒ってるっすよ本当にお金がぐるぐる回ってるだけなんですね。いやいや、お金が回ってるっていうか本当に小さいところでしか回らないですやっぱみんな好きなんだな。いや、だから本当に好きになっちゃうとやばいですよね。そうですね、ハマると本当にやばいですね、うん、今度でも本当に一緒になんかあれしましょうよ。スニーカー会みたいな。そうですね、やりたいですね。これで巨人の選手とかも呼んでもらったら、はい、そういうスニーカーのコミュニティ作りたいんですよ。シーズン中はちょっと厳しいんで、はい、来年のオフ企画立てて、はい、またお願いします。これ、いやいや、こちらこそ本当。いや、もう駐車場から降りていくんですよね、はい、ドームのロッカー、はい、その途中でみんなが何履いてるかっていうのも分かるし、はい、そういうのも面白いかも分かんない。あ、で、あの廊下で急に本名さんとかがあの売ってるってね東京ドームの廊下で頑張りますね。いや、もう、はい、それ楽しみですね。選手だったら買うんで、みんな。わかりました。でか、でかさいで。わかりました。じゃあちょっと引き続き、はい、今日はこんな感じで終わらせていただいて、はい、またよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。本当。はい、じゃあね。ありがとうございます。